僕新しい会社を立ち上げようとしております、はい、新しく立ち上げようとしているのが、HBS コネクト、まあ、そこは本当に人材の育成の会社をねメインとしてやっていこうかなと。例えば育成じゃないですか、企業さんって研修とかやってるでしょ、はい、新人研修とかマネジメント研修営業研修みたいな、そこをじゃあ新しい法人ができたらそれでやっちゃおうぜ。でもう一つが、どうもこんにちは、ゆうのです。どうもゆめこです。ゆめこさん、ご存知だと思うんですけど、はい、僕新しい会社を立ち上げようとしております、はい、またかよって言われるわけだからまたかよみたいなね、本当に全然月日経てないですよね。去年の4月に HPS リンクっていう人材紹介を立ち上げて、はい、で今回新しく立ち上げようとしているのが、HPS コネクト、はい、または HPS です、まあ、ブランドとしてやっていこうと思ってるんですけど、はい、まあ、そこは本当に人材の育成の会社をね、メインとしてやっていこうかなと思ってるんです、うん、で、まあ、この会社を立ち上げようと思ったきっかけがあって、でそれは育成っていうのはその HPS リンクの方でも、まあ、最初そのトレードキャンプっていうのでね、やろうとしてた、実際やってたんですよ。でもちょっとそのいかんせんマンパワーというかもっとすごい育成のサービスをしてる方がいらっしゃったから、はい、この方を巻き込んでやってしまったらいいんじゃないかって、うん、結構思ったんですよね、うん、そうですね、うん、まあ、それゆめこさんのお友達というかお知り合いでもあるんだけれども、はい、その方も名前言っちゃっていいのかな、まあ、ツイッター名もみじさんという方で、やってまして、でもうトレードコネクトというねトレクネダオか、そういう最近はそういうのやってて、でその最初は、貿易の人材と、人材というかそのスキルを持った人と、まあ、企業というか人たち の, そのマッチング、クラウドソーシングでやってたんだけれども、だんだんそのコミュニティダオコミュニティみたいなものを作ってやってらっしゃる方がいて、はい、うちらもそのコミュニティあったトレキャンコミュニティあるんですけど、あんまうまくいってなかったんですちょっと盛り上がりにかけてました。コミュニティ運営超難しいと思って、うん、まあ、僕は得意ではないっていうのはもう痛感したんだけれども、うん、あ、じゃあそのトレキャンとトレコネ一緒にしたらいいんじゃねっていうふうに思いついて、でゆめこさんにちょこっと相談してとかで、で、まあ、繋いでもらって、で、まあ、話をまあ少しずつ詰めていってやりましょうということになりました、うん、おめでとうございます。ありがとうございます、まあ、法人設立のタイミングは10月とかかな、 10月ないし11月に入るかもしれないんですけれども、今それをもうそのまずそのサービスをね、ガッチャンコするところ、はい、2つのサイトがあるのでそれも1つにして、でサービスをパパパって分かりやすくしてっていうのがまず1つ今やってるところで、で新しい法人でやるんだから別にそのサービスだけじゃなく、まあ、新しいサービスもやろうみたいなことがB2B でもそのサービスをしようとしてるんですよ、はい、例えば育成じゃないですか、結構企業さんって人材育成と研修とかやってるでしょ、はい、その新人研修とかマネジメント研修営業研修みたいな、そこをやりたかったんだけども、じゃあ新しい法人ができたらそれでやっちゃおうぜと思って、はい、やっぱ研修で、入っていく、企業さんに入っていく、はい、でもう一つが大学生、大学生にもう育成をしに行く、もう貿易業界なんですか、フォワードなんですかみたいな、こんなことやってるんですみたいなのやって、で興味を持ってる、はい、まあ、学生さんがその企業研修みたいなのやってるでしょ、はい、ああいうのが貿易業界、ああいいじゃないですかみたいなのになって興味を持ってもらって、でその会社でインターンシップみたいなのやると、もう仕上げると、大体ここで仕上げるとってなったら、ここでもう HBS リンク、うちらの会社の登場ですよ。リンク経由で、まあ、大体大企業ですよね、新卒一括採用してる大企業に、はい、もううちもう揃ってますよ、もう仕上がってますっていうのを新卒を入れることが、ね、うん、提案できることができると、そうです、理論上ね、理論上これできると思ってて、これが多分大きなシナジーの一つかなと。そうですね、うん、本当に全く、まあ、新卒でも貿易の知識が全くゼロの状態で新卒取るのと、うん、ある程度貿易の基礎が分かってて、うん、実務もある程度インターンで経験されている子だったら、うん、絶対こっちの方がいいよね、うん、だって他の多分その企業さんとかも多分他のエージェントかなんか分かんないですけど、それと採用して、でもこの子たちはもう素人ですよ、うん、もう何も知らない。そうです。でも一方でこっちはもう仕上がってると、ある程度仕上がってる、ね、多分ね、専門用語とか言われても、うん、あ、仕上がってるからそう吸収できると思うし、うん、あ、主婦 OK っすみたいになるから、まあ、そういうのをやろうとしてると、うん、でもう一つちょっとあって、まあ、そのちょっと企画中でこれどうなるか分かんないんだけれども、まあ、貿易の仕事って割とその僕はオンラインでできると思ってるんですよ、はい、実務とかも結構なので、
スキルとかね、まあ、その能力のある才能のある方とかで地方に住んでる方とか結構いるわけじゃないですか、はい、で育児でちょっと今仕事がなかなか時短でしか無理ですみたいな人がいるんで、はい、そういう人たちに仕事が取れるような仕組み、ちょっと企業さんからうちが仕事を受けて、じゃあもう貿易 の, その人材っていうのはもううちがなんだろうそういう形で手配しますみたいなっていうのをちょっと今構想中、うん、ちょっとこれどうなるか分かんないんだけれども、そういうことができたら、まあ、人材紹介やっててなかなか人が集まりませんっていう企業はあるでしょう。ありますね。いくら僕らが提案してもなんか企業さん、なんか求職者さんがちょっとみたいな、うん、ちょこちょこあるじゃないですか。そうですね。そういうのも解決できるんじゃないかと、はい、求職者さんもなんか地方に住んでて育児中でみたいな、うん、なかなか仕事がありませんっていうのを、そうそうそう、まあ、うまくマッチングできるかなと思って。そうなんですよ、うん、結構ねニーズ高いと思います ね, ね、ニーズ高いんだけど、ちょっとここどういうふうにやったらいいんだろうかっていうのはちょっとまあ正直なところ、うんうん、なんかその、ね、機密保持だとか、ね、社内システムだとか、はい、コミュニケーションの方法とか、多分ちょっとここら辺かなり詰めていかないといけないところなんですけど、でもまあそういうふうな構想を持って、やろうと思っております、うん、はい、なのでこの HPS コネクト、はい、新しい会社やっていきたいと思いますので、はい、まあ、交互期待、はい、また今度そのね、もみじさんも招いて話をしようと思います、ね、楽しみです。ありがとうございます、頑張ります、はい、なので引き続き応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうも以上です。どうもありがとうございます。ありがとうございました。この放送は貿易国際物流の業界に特化した転職エージェント株式会社 HPS リンクの提供でお送りしました。世界と渡り合う貿易の業界でワンランク上の転職サービスをお求めの方は HPS リンクで検索ください。皆様からの転職のご相談をお待ちしております。